常年司チャンネルニュースの虎川ガオ、はい、始まりました。皆様チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日はですね、何の話かというと、ツイッターのトレンドでね、高市総務大臣というね、なんかトレンド上がってたんですよ。なんだろうと思って見たら、マイナンバーの話だったということです。で、あの、まあ、ツイッター等でね、まあ、いろいろ議論になってるというか、なってたのは、まあ、もともと高市総務大臣はですね、全口座、ね、あの、個人が持ってるすべての口座の、登録をね、マイナンバー登録を目指していたそうなんですけれども、なんか希望者のみとする、しかも、1マイナンバーあたり1口座というふうに、まあ、ひよってしまったということなんですよ。で、それでも野党は信用できないとかなんとか言ってるらしいんですけれども、何なんだろうと、このね、マイナンバーをめぐるね、論点は、ということで、あの、まあ、今回ですね、あの、この間、まあ、動画も上げましたけれども、共産党の C さんがね、10万円の給付がまだちっとも進んでない、一体どういうことだとかって言ってたんですけど、理由は簡単ですよ。マイナンバーの活用ちゃんとやらないから配れないに決まってんじゃん。で、しかもそのマイナンバーの活用に反対してたのは野党なんですよ。で、今もまたこれ反対してるわけでしょ。で、これだけ反対して妨害しといてさ、配るの遅いとか言ってさ、もうもろマッチポンプだよね。なんかちょっと許せねえなとか思ってね。それで今日はちょっとね、この動画を撮ってみたんですよ。はい。でね、あの、現行のマイナンバー制度はね、これ日経新聞によると、社会保障と税とですね、それから、災害対策の3分野に限られているそうです。でね、まあ、あの、緊急経済対策の一つの柱であったこの10万円給付っていうのが、結局その、できないとマイナンバーを活用して、なんでこう郵送で今アホみたいな手続きやってね、もう自治体のもう窓口パンクしてるわけですよ。で、超非効率なことやってんのね。で、マイナンバー決めた時にさ、もうそもそも、あの、銀行の口座を持つにはマイナンバー登録しなきゃダメみたいな風にさ、義務化しときゃさ、もうちょりんって振り込んでもう終わりじゃん。ね、なんでこんな簡単なことやんなかったんでしょうね。例えば楽天がね、ポイント還元とかやるんだったら、もう全員にね、前回にポイント還元やるって言ったら、もうポチッとなって多分できるよね。できるけど、これが、まあ、国の制度ではできないんですよ。それはなんでかっていうとね、野党が反対してるんです。ええ。で、反対の理由はね、まあ、プライバシーがなんとかだかかんとかね、言ってるんですよ。で、あの、日経新聞のね、一番下にもですね、あの、下の方にもね、まあ、こういうことが書いてあって、政府は当初、個人が有するすべての口座と、マイナンバーの紐付けの義務化を検討していたと。で、相続時に親族の資産の所在を把握しやすくなるなどの狙いがあったが、国や自治体に資産を把握されることを危惧する声も上がっていたってことなんですけど、いやね、国にとか自治体に把握されて困る資産って一体どんな資産なんですか？私から言わせてもらいますけど。ね、今だってあれでしょ、あらゆる資産、まあ、一定のね、まあ、あの、一定以上の金額持ってる人っていうのは、確定申告の時にですね、あの、持ってる財産目録、ほとんど全部書かなきゃいけないですよ。例えば、あの、外国にね、5000万以上の、あの、お金預けてる人っていうのは、もう今5000万以上じゃないのかな。まあ、昔ね、あの、もう3、4年前にありましたけど、5000万以上預けてる人は、あの、もうどこの口座にどんな金融商品買ってるかってことを全部、レポートをしなきゃいけないことになってたりしますんで、あの、今ね、そういう意味で言うと隠せないんですよ。平成の初めの頃ね、私がまだ銀行に勤務してた頃はね、あの、無記名の金融制なんかあったりして、もう合法的に今のマネーロンダリングのスキームっていうのが思いっきり使えたんですけど、もう今それやるともうこれですよね。カルロス・ゴーンみたいになっちゃいますよ。マジで。カルロス・ゴーンさんがやってたやつはね、あれ、あの、私があの、長銀の、新宿支店とですね、日西銀の新宿支店、まあ、あの、新宿の西口と東口なんですけど、この間往復してやってた、私が昔ね、やってた合法的な時代の頃のマネーロンダリングと全く同じ手口なんですけど、あの、そういうの今もう一切できないんですよ。で、国に把握されて困る資産ってそもそも何よと。ね、税金払ったりとかなんかいろいろしてれば問題ないじゃんって話なんですけど、まああれかな、相続の時とかになんかちょっと隠し子がいたりとかして、それで揉めたりとかする、それでプライバシーの侵害だとか言って騒がれたら困るみたいな、そんな話ですかね。まあこれはまたね、民法のその親族相続のあたりのね、問題にかかるので、まあ一概にはまあ言えないですけれども、まあそれはそれとしてさ、国に把握されて困るものっていうのは基本的に脱税してるような資産なんじゃないのね。え、まあそっちは税金払ってるけど親族に知れるとやばいみたいな資産なんで、まあ、国にね、知られるのは別に問題ないはずですよね。だって土地持ってたら固定資産税とか払わなきゃいけないしさ、何が困るんだよとかいうふうに思うんですけれども、まあこのね、国にその、まあ、持っている資産を丸裸に見られることが困る人がどうもいるらしいんですね。で、そいつらのためにですね、まあ、どれぐらいいるか分かんないですよ。把握されて困るような人の方が圧倒的少数派だと思うんですけど、そいつらに配慮して、その全口座、ね、登録義務付けもなんか見送られるみたいだし、しかもこのね、1マイナンバーあたり1銀行口座っていうこの仕組みも、なんか法案提出されるのが、来年の1月とかそんな感じでね、あと半年もぐだぐだやるらしいのよ。
もういいじゃん、もうさ、マイナンバーのポータルサイトかなんか行ってさ、自分の番号入れてさ、でそこに口座書いて終わりでもいいし、まあ、国税庁でね、確定申告やってる人は、還付金のね、支払いを受けるために、口座番号登録してるでしょ。で、あの、確定申告の時、今、マイナンバー書きますよね。もうだから国税庁がさ、相当数紐付けされたデータ持ってるはずなんだよ。ねえ、それ使えよ、普通にめんどくせえからさ、とか思うんですけど、なんでやらないんでしょうね。例えばじゃあ、そのことに対するさ、あの、合意書でもいいや。なんかあのね、なんだっけ、なんとか方式って忘れちゃった。あの、やってほしくない人だけ申し出てくださいみたいなね、そういう方式あるでしょ。あの方式で、その、まあ、国税庁のデータを活用してほしくないって人がいれば、それ出せばいいじゃん。ね。で、そんなこと出してきたやつはさ、なんか隠してるからさ、国税庁も目つけちゃえばいいんだよ。ほんとそう思うんだけどさ、ね、これなんでこういうことになってるのか、ちょっと全然意味がわかんねえというふうに思いました。で、ちなみにね、元新潟県知事の、泉田さん、ね、今自民党の衆議院議員ですけど、彼がですね、まあ、マイナンバーと預貯金口座の関連付ける法案が、党総務会で了承されましたと。あくまでも災害や感染症の発生時に国が迅速な現金給付を行えるよう個人の申し出があったものに限りますと。紐付けの義務化とは別物です。義務化は様々な議論があり、国民合意ができるまで慎重な対応が必要です。で、そうなの？なんでこの国民の合意なんかもとっくにできてると思うけどね。でマイナンバー活用して行政のスリム化すればさ、公務員の数だって減らせるじゃん。今バカみたいにこう手作業で数ね、あの確認してるのとかやめられるわけだからさ、どんどんやればいいのにさ。これなんかやっぱあれなのかね、あの役所の仕事がなくなると困る人がいるんですかね。なんかすごい、なんかちょっとこうモヤモヤしたものをね、今回の件でね感じざるを得ないなというふうに思います。あの行政コストね、本当に半端なく高いんですよね。で、あの今回のまあコロナショックでだいぶハンコを押せとかいうのも見直されるみたいなんですけど、ほっとけばね余計な書類ばっかり作るんですよ。でね、まあ、ぶっちゃけ、持続化給付金とかね、いろいろ、まあ、その、補助金のね、申請のサイト、まあ、今回見ましたけど、もう、あの書類見ただけで心折れますね。本当に、なんでこんなこと聞くのみたいなこと、何回も同じこと書かされてね。だやっぱりね、補助金っていう給付のやり方自体が、やっぱすごい問題かなと思います。まあ、あえてね、誤解を恐れず、ベーシックインカムというようなもののね、言い方をすると、ベーシックインカムのいいところはね、収入要件を満たしたら、もう自動的に支払われるって感じなんですよ。もう人間が介在する必要ないんですよね。電気的にもう電子申告された、まあ、税務データでも何でもいいんですけれども、まあ、所得を把握するデータをもとにですね、一人当たりいくら以下だったら自動的に月いくら、ね、支給するみたいな感じになるので、人が介在しなくていいっていう点ではね、極めて公平だし、コストもすごい削減できるんですよ。で、そんな時にね、その、まあ、口座をマイナンバーで把握しとけばさ、ポチッとなでね、対象者にこう、送れるじゃん、条件つけてさ。でそういうその条件がね、満たしてるか満たしてないかっていうことを、いちいち人の目をね、使って確認しなきゃいけないっていう、今のね、このまあ行政のあり方っていうのは非常に問題かなと。まあ最近ね、持続化給付金をめぐってね、まあ、団体がね、外注団体がすげえ問題になってますけど、あれもなんで外注しなきゃいけないかっていうと、それが補助金であるからでしょ？ねえ、いちいちこうなんか書類を見てさ、目で確認して、お前は OK、お前はダメってさ、いちいち目でやるからいけないんだってさ、だったらそんなことやらないで、もう機械的に判定できるようなさ、基準やればいいし、機械的に判定できるようなインフラ入れりゃいいじゃん。まだこんなこと日本はやってないのかということで、本当にね、何にしてももう決断が遅すぎるなというふうに思います。私ね、経済で読み解く日本史で書きましたけどね、いわゆる、明治維新。ね、明治維新の時に、まあ、あれですよ、岩倉使節団というのがね、海外行きましたよね。あれ、大久保利通とか、政府の主要な人間みんなあれ乗って行っちゃったんですけど、その間をね、留守政府と言われた、まあ、西郷隆盛を中心とするね、まあ、人材が残ったんですけど、留守政府2年間でね、もう日本国内のもういろんな改革着手しました。特にね、裁判制度と私有財産制についてはね、江藤新平というね、まあ、佐賀県出身のね、非常に優秀な方がいて、この人がほぼ2年で完成させちゃったんですよね。おかげでね、まあ、それでひでえ恨みを買ってね、大久保なんかからも恨まれてですね、まあ、最後佐賀の乱に巻き込まれてね、連座して殺されてしまうという、まあ、非常に不幸なこともあったんですけれども、まあ、この2年の改革のような、非常に大胆な改革っていうのはね、まあ、戦後、まあ、あったのかな、そういう意味で言うと、池田隼人の時にね、まあ、そういう意味で改革が進んだかもしれないですけど、まあ、全然そのスピード感がないというかですね、まあ、身に染みてねえっていうかね、なんか本当微妙ですよね。マイナンバー一つにね、口座紐付けるのになんでこんな時間かかるんだと。で、野党はこれで妨害しといてさ、で、こいつらの支持者がまたさ、登録しねえんだよ。で、登録しないで、しないでおいて、またこういうことあった時に給付が遅えとか言って、それはお前が登録しねえだろみたいな話だよね。で、こういうね、なんかそのもうモンスタークレーマーみたいなこともやめません、本当くだらないんで。
ね、日本の国を良くしたいんだったらさ、もうこんなバカなことやめてさ、もうとっとと進めようよ、こんなマイナンバーに口座紐付けなんて。何にも起こんねえよ、それで。逆にそれでバレて困るようなことやってる奴がいたとしたら、そっちの方が問題だろうと、私は思うんですけどね。もう本当にね、もうなんか、怒りを通り越して呆れるような話だな、というふうに思いました。まあ、企業でね、もしこんなことやってたら生き残れないですよね。まして、うちみたいな中小企業だったらね、もうパッパパッパやっていかなきゃ、ね、改革していかないと、よりよく効率よくね、稼ぐことを考えていかないと、ほんとすぐ潰れちゃいますけど、国はいいっすね。ね、徴税権というですね、もう本当に町内会を脅して、カツアゲしていいという権利をお持ちなので、もう好き放題できると。ね、で、その徴税権に群がってるね、まあ、いわゆる豪族どもがいてですね、この豪族が業界団体作ってね、もう本当に税金の減免からさ、ね、軽減税率からさ、ね、もう、ほんとやりたい放題だよ。もう、これはちょっとさすがにまずいなと。でね、ほんとは対抗勢力はこういうとこつくべきなのにさ、もう全然あさっての批判してるからね。ほんと困ったもんだなというふうに思います。まあ、毎回同じ口になっちゃいますね、ほんとにね。はい。まあ、そんなところで、今回のマイナンバーね、ちっとも進みません。来年まで多分何も起こんねえなと思って見ております。残念ながらですね、これだけ痛い目にあっても、なかなか改革が進まないというね、非常にちょっとね、残念な、ニュースでございました。はい。ということで皆さん、最後にチャンネル登録お願いします。ガー。